はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴマインクラフトジャングルのツリーハウスです。2016年レゴマインクラフトの新シリーズ第3弾ですね。はい、早速作っていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがレゴマインクラフトのジャングルのツリーハウスですね。はい、はい、かなり大きなセットです。うん、うん、ではミニフィグから紹介していきましょうか。はい、まずこちらがスティーブですね。はい、スティーブは鉄の斧と鉄のヘルメットしてますね。はい、はい、そしてこちらがアレックスですね。はい、アレックスはダイヤのツルハシと、鉄のレギンスを履いてますね。はい、はいはい、それとスケルトンとクリーパーはまあいつもの通りだね。はい、それとこちら羊ですね。はい、かわいいね。それと今回新しくこちらの山猫が加わりましたね。はい、山猫細いね。うん、細いです。はい、めっちゃ細い。狼と似た感じだけどちょっと違いますね。うん、ここ溶岩になってて、はい、で横のですね、この草の部分が燃えてる感じだね。うん、うん、それでですね、今回もいくつかギミックがあるんですが、はい、まずはギミックというかこれ、ここね、まず上が外れるようになってます。お、ここね、ここねベッドがあります。この上の部分は羊さんの小屋の上に乗っけることもできますね。ね、簡単に移動できま す、はい、アレックスが乗ってるこの部分なんですが、これちょっと上がるようになってて、エレベーター、これエレベーターじゃなくてね、水を伝って下に降りるっていうギミックなんだよ。おほら、あの水、マインクラでさ、水のとこを下るとさ、水の中入るとゆっくり降りていくじゃん。 あれができます。いきますよ、こんな感じ。あ、これ面白い。面白いね。ここが支えになってる。そうそうそう、この草の部分が支えになってて、うん、これをこうやって離すと落ちるということになる。ペーちゃんのやり方ちょっと面白そう。はい、いくよ、レディー、こんな感じ。面白い、ね。2つ目がここですね。ちょうどクリーパーさんいるところですけども、これちょっとどかすよ。はい、でこの部分が動くようになってまして、これパーンと、うお、マグマ出てきた。爆発しますね。爆発してマグマ出てきた。この辺のね、階段とかが全部取れちゃうっていう。ああ、なっております。これもすごいじゃん。面白いね。うん、そして最後がですね、こちらです。うん、ここね、例えばだよ。はい、例えばこのスケルトンがさ、うん、寝てる時にここまで来るとするじゃん、ここに。ああ、ベッドでスティーブ寝てんのに。うん、そういう時にここにレバーがありまして、はい、それをですね、引くと下に落っこちるんだ。落とし穴になってるね。ああ、これマグマに落とすっていう設定になってるのか。そう、そういうね、トラップがありますね。すごい面白いね。うん、レバーを元に戻せば床も元に戻ります。うん、これ面白いね。今日はこのツリーハウスを完成させよう。おい、スティーブ、おはよう。あ、アレックス、おはよう。ようやく下まで来たぞ。ねえ、スティーブ、今からさ、水伝って降りるから見てて。うん、わかった。行くよ。うわ、スケートン。え、アレックスはどうなったんだろう。うわ、アレックス、絶対に許さない。スケルトン倒してやる。クチ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 、敵は取ったよ、アレックス。うわー、クリーパー、よかった、ギリギリ助かった。うわ、珍しい山猫だ。おい、スティーブ、スティーブ、アレックス、元気になったんだ。うん、このケーキ食べたから。で、それわしのケーキやねん。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのジャングルのツリーハウスでした。
はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、あとはレトマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。